はい、12時過ぎました。午前中はですね、ガチガチさんが1時間お二人来ていただいてですね、しっかりとほぐしましたよ。で、お昼なんで、ちょっと1時まで時間が来ます。次1時ですね、1時にお客様は来られるんですけどね、それまでにちょっと、軽くご飯でも食べようかなっていうことですね。で、先ほど午前中の動画も上げたんですけども、今日は日曜日でいい天気なんですけどね、外はどんな感じかちょっと見てみましょうか。はい、今たまたま車はパッと走りましたけど、普段そんな走ってないですけどね、そこのタイムズもガラガラですね。人歩いておりません。日曜日です、天気いいです。はい、こんな感じです。はい、見てもらったら分かるようにね、全然人歩いてないでしょう、ここね。これでも王子駅の、5分以内、僕は3分って言ってるんですけどね、徒歩でのとこなんですけど、ちょっと行ったらね、駅のロータリーがあって、そこは結構人おるんですけど、ここ1本入ったとこにはね、あんまり人入ってこないんですよね。すごいですね。でもね、私はインターネットでもね、こうやって動画上げたり、他にはちゃんとね、ホームページも作って、ほんわかどうとガチガチ専門ということでね、インターネットの世界ではこうやって喋ってる間でも、ガーッと一生懸命宣伝してくれてます。それで集客してくれてます。なんでね、こんだけ人少なくても、日曜の昼間にこんな人少なくてでもですよ、ちゃんと予約の電話が入るんです。ですんで、今日は特にちょっと忙しい日で、次1時から5時半までぶっ通しで入ってますね。だから次はもう5時半以降じゃないと予約取れない状況なんですけどね。テンション上げていきましょうということですね。で、なんでテンション上げる必要あるのかっていうのは、その暇の時もそうなんですけど、今日だけじゃないですよ。常にテンション上げる、さっきの午前中も言いましたけど、テンション上げると、志ももちろん変わってくるじゃないですか。そしたら行動も変わってきます。で、そしたら考えるんですよ、どうしたらいいんかなとかね。で、調べたりもしますし、で、そうやってね、いろんなね、情報が入ってきます。それで、自分なりに工夫してね、自分なりに何とかしようと行動を起こすんですよ。ですんでね、非常に普段からのテンションというのは大事だと思いますよ。で、それにお客様に与えるね、こう印象というのも変わってきます。私たちはこの施術だけをしてお客様を元気にするんじゃないんですよ。施術だけでね、施術ももちろんちゃんとほぐして効かせて元気になってもらって、それとあと施術家、セラピスト、私たちですよね、と会話をしてですね、それでもパワーを持って帰りはるんです。ですんでね、もうこうなんかドヨーンとした感じでね、そんな人と話したってあなたも面白くないでしょね。お客様も一緒なんですよ。いくら体楽になっても、やっぱりそういうね、こうなんかテンションの低いっていうかね、会話しても面白くないっていうか、そういう人とはね、嫌じゃないですか。できることならそれはね、元気いっぱいなテンション高い人との触れ合いの方がね、自分のためにもなるし、元気もらえるし、いいじゃないですか。はい、ね、あんまりテンション言ってたらなんか変な宗教家かって思われそうですけど、違いますよ、全然違いますからね。これはね、私若い頃も気づいてたんですけど、今41で
まあ、この仕事も15年超えました。で、若い頃もね、テンション必要、志必要、行動しやなあかんってことは分かってたんですけど、それが持続しなかったんですよ。やっぱり若い頃は分からなかったんですよね、その大事さっていうのが。で、やっとこの年になって、分かり始めて継続できるようになってきてるんですよね。ですんでね、この動画を見てる人、若いセラピストさんとかもね、ぜひ早めに気づかれた方がいいと思いますよ。はい、もうこの気持ち、マインドっていうのは非常に大切やと思います。はい、そんなんでした。はい、これからちょっと私もね、ちょっとだけ休憩取って1時からガチガチさん来ますんで頑張りたいと思います。はい、皆さんも午後頑張っていきましょうね。